はい、お疲れ様です。今回はですね、先生術師っていうテーマでまた動画1本作りました。ちょっと動画の時間長くなるかなと思うんですけど、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。はい、動画が参考になりましたらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。はい、で先生術師特徴から軽く喋っていこうかなと思うんですけど、先生術師は特にエフェクトがおしゃれなんですよね。ちょっとこれ見てもらっていいですか。まあ普通にポンっていうこういう感じで星が見えますみたいなやつとか、 LB とかも特にそうなんですけど、 LB パンってやるともっと星が見えますみたいな、はい、もうとにかくおしゃれなエフェクトが多いキャラジョブなんですね。であとはですね、スキルの回収が 7.0 で行われることが決まってて、まあ正直今覚えてもちょっと覚え直しになるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、ただ今のうちに触っておけば、いや昔はダイヤノクターっていうのがね、先生術師はねあったんだよ。バリアとかピュア入れ替えられたんだよね。でちょっと古参ぶれるので、まあ、逆に今ちょっと触っとくべきなんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、あとはですね、気持ち難しいジョブになりますね。まあ、難しいかどうか置いといて簡単ではないかなっていう感じですね。はい、そんな先生術師なんですけど、まずスキルを見ていこうかなと思います。まあ、ダメージの方からですね、まあ、平なのでそんなに言うことないんですけど、この基本のマレフィク、これはもう呼吸のようなもので、もう息を吸ったらマレフィクを吐く、息を吸ったらマレフィクを吐く、息を吸ったらマレフィクを吐くっていう感じのものですね。まあ、あとはもう当然ドットはなるべく切らさないっていう感じで、まあ、あとはアサリをリケ打ちするっていうのがあるんですけど、基本はそのマレフィクと、コンバガになりますね。でここでちょっと気にしてみてほしいことがあって、それがこの白魔導士のグレアとの威力差なんですよね。まあ、白魔導士のマレフィガーみたいなもんなんですけど、このマレフィクとグレア威力差が60あるじゃないですか。まあ、たった60かもしれないんですけど、これコンテンツ1本で通してみたら100発くらい使うんですね。っていうことは通してみたら威力差6000くらいに膨れるわけじゃないですか。でこれプラスドットのディアとコンバガも威力差がついてるんですよ。っていうことはこのピュアヒラの枠が白魔か先生がどっちが来るかで結構な DPS 差が出てしまうんですね。なのでその差を埋めるためのギミックが先生術師にはあって、それがカードっていうシステムになってるんですね。で続けてこのカードの説明をしちゃうんですけど、このカードっていうのは、まあ、柄が6種類あるんですけど、まあ、ちょっと6種類多いかなっていう風になるかなって思うんですけど、実際はもっと覚えやすいものになってます。っていうのも、まあ、まず柄は見なくていいんですよ。見るところはこのカードの枠とシンボルになりますね。カードの枠で近接向けのカードか遠隔向けのカードかっていう感じで分かれてて、まあ、このシンボルはね、まあ、どれがどれとか覚える必要なくて何種類揃えるかっていうものになってるので、まあ、だから実質枠だけですね、覚えるのは。でこのカードっていうのはリドローっていうので、引いたカードをもう一回引き直せるんですけど、まあ、これは正直あんま使わなくてもいいかなと思いますね。この一番上のシンボルが3つ被ってしまった時とか、あとまあカードが遠隔カード3枚で被ってしまったみたいな、もう本当にどうしようもない時にリドローするっていう感じですかね。でこのカードは、まあ、渡した相手の DPS 火力を上げられるんですけど、まあ、このカードを渡す最適解が誰なのか、でその最適解はあるんだけど、それが開幕なのか2分の時なのかで微妙に変わってくるんですね。そうでそうなってくると結構覚えることが多いんですよ。だからそれを抑えようとすると、他のジョブのスキル回しとかもうちょっと予習しなきゃいけないし、丸暗記するにしてもなんかそこまで労力を払う価値とかってあんまりないので、覚えなくていいですね、一旦。はい。てか、一旦ってか、覚えなくていいです。覚えなきゃいけないのは、カードをばらまくタイミングですね。これだけちょっと覚える必要があって、絶対2分と1分にばらまくんですよ、カードって。で、なぜなら、大体のジョブがそのタイミングの時に強いスキルをまとめるからなんですね。まあ、具体的に言うと、2分の時に2枚、1分の時に1枚カードを投げてます、僕は。で、その1分、2分の時計の目安っていうのは、このディビネーションっていうスキルの歴を見て判断してます。それでですね、カードを渡す優先順位のジョブはこんな感じになってます。まあメレー、キャス、レンジっていう順番ですね。
で、さっきも言ったんですけど、2分はこれでいいけど開幕は別の優先度がいいとか、1枚目は貴公子踊り子とかもありだけどみたいな、そういうちょっと細かいティップスがいっぱいあるんですけど、全部気にしなくて大丈夫です。はい、お金貯めようと思ってレジ袋を断らなくないですか。それと一緒っす。意識した方が確かに火力は出るんだろうけど、別にそれやってもやんなくても同じじゃねっていう感覚ですね。はい、僕は絶対レジ袋をもらう派です。っていった感じで、次はスライドだけで済ませてしまおうと思うんですけど、開幕のスキル回しを見てみます。先生のスキル回しで大事なのは、開幕前にカードを引いておくのと、アサリを何秒前に置くかっていうところなんですね。まあ、あとはドロー、プレイっていう順番にするのか、プレイ、ドローっていう順番にするかとかもあるんですけど、一旦覚えなきゃいけないのはこの2個ですね。特にカードはワイプするたび最速で引いてしまって OK です。で、この開幕以降は2分周期でここの部分を繰り返すだけになりますね。まあ、ただ注意点が1個あって、栄翔がなくなるライトスピードっていうものがあるんですけど、これリキャが90秒になってるんですね。まあ、基本2分ごとの使用で大丈夫です。カードを引く、投げるで2つ分浴び枠が必要になるので、それと合わせて使うっていう感じですね。90秒リキャなんですけど、2分ごとの使用で問題ないと思います。はい、で次はヒールの方で話を進めようかなと思います。まあ、基本単体ヒールも全体ヒールも、ほんと基本アビリティから使っていきます。これはどのジョブ使う時もそうなんですけど、先生も同じですね。で、それで先生は白魔と比べてホット効果のヒールが多いんですね。まあ、ということは一撃で3万回復するっていうよりかは、15秒かけてゆっくり3万回復していくっていうイメージになりますね。なのでヒールを打った際にすぐ体力がドカッと回復しないので、使ったのに全然回復しないってテンパらないのが大事ですね。それと同じくらい技一個一個の回復量を覚えておくっていうのが大事になります。先制術師代表的なのいくつかちょっと見ていきましょう。晴天太鼓が700、運命の輪が500、アスヘリが1000。今の環境で回復量100に対してだいたい実際3000回復くらいになるので、それぞれの回復量はこんな感じになると思います。まあ、この辺はなんとなくでいいので覚えておくと損ないかなって思いますね。そしてすごく大事なスキルが、先生を使う上でものすごく大事なスキルが3つあるんですね。もう本当にすごく大事なのが3つあるんですよ。それがアサリ、ホロスコ、運命の輪になります。まあ、どれも説明文が長くてね、分かりづらいと思うんですけど、この3つが使えるようになると先制術師がすごく面白くなるので、ぜひここからじっくり見ていただけたらなと思います。最初にアサリから説明しますね。アサリは置いてから10秒育てると威力と回復量が上がるっていうものになりますね。基本育て切ってから使うことを想定します。10秒育ててからもう1回10秒経つと自動で割れるんですけど、この20秒間はもう1回スキルを押せば効果がばらまかれるんですね。まあ、ただ割り増し効果は後半の10秒に入ってからっていう話になってます。まあ、これがすごく重要なことがあって、まず基本はリキャ打ちするんですよ、アサリって。まあ、最初のうちは開幕前に置いてから、それ以降はずっとリキャが戻るたびに使ってっていう感じです。で、破裂させるのも手動でやらずに、時間が来たら勝手に破裂するっていう方向で問題ないです。慣れてきたらちょっとずらしたりしてみようとか、手動でも爆発させてみようっていうアイデアが出てくると思うから、そうなったらちょっと遊び出してもいいかなっていう具合ですね。っていうのも先生って頭のリソース食われる要素がいっぱいあるんですね。まあ、だから一旦このアサリはリキャ打ち手動なしっていう感じで、まあ省エネで運用していいのかなって思うんですね。それでもう一個大事なのがあって、全体ヒールをばらまこうって思った時に、一旦アサリが育ってないか確認するっていう工程を挟んだ方がいいです。まあそういう話は簡単で、ヒールをばらまいたのにすぐアサリが爆発して全部オーバーヒールになってしまったっていうのもったいないじゃないですか。それを防ぐためですね。アサリは回復量がかなり多いので、拾えるタイミングの時はぜひ捨てていきたいんですね。こんな感じでダメージにアサリを合わせるっていうよりは、たまたまダメージが来るタイミングでアサリが来たからそれに甘えるっていう感じで使ってます。
まあ、もちろんタイミングをちょっとずらしたりとかも全然あるんですけど、さっきも言った通り考える要素増えちゃうので慣れてきてからで大丈夫かなって思いますね。リキャ打ちするっていうのと、全体ヒールばらまくときにちょっとアサリのリキャとバフの秒数を確認する、この2つだけ意識してみるといいかなって思います。はい、じゃあ2個目に大事なスキルがホロスコープですね。ホロスコも説明文めちゃめちゃ長いし、正直マジでよくわからないかなって思います。まあ、なので最初に使い方から説明しちゃいますね。ホロスコを巻いてヒールをぶつけるか、単純に2回ホロスコを押して回復量200のちょい回復をばらまくかになります。メインの使い方は1個目の方なんですけど、意外と2個目も視野に入ってると生きてくる場面多いです。アサリは10秒経つと勝手に育ったんですけど、ホロスコはばらまいてから全体の栄翔ヒールをぶつけないと育ってくれないんですね。まあ、だからちょっと手間なんですけど、このホロスコープの使い方長所は、このバフに回復量が200、育ってると400乗っかってることなんですね。まあ、だから3回ギミックとかで離れてても時間経過もしくは手動で仕込んでおいたヒールで体力を戻せるんですよ。でこの離れてても戻せるっていう長所が生きてくる場面ってめちゃめちゃ多くて、もうめちゃめちゃあるんですよ。それでもって先制術師はそういうスキルがいっぱいあるので、白魔より先制を好む人がいるのはそういうところもあるかなって思います。はい、ちょっと話それましたね。まあホロスコはそのままちょい戻しで使うか、使ってからの全体の栄翔ヒールを当てて育ててから使うかです。で育ったホロスコは回復量が増えてるのもそうですけど、効果時間が30秒もあるのかなりでかいので、ぜひ覚えておくと役に立つかなって思います。最後に運命の輪です。これはもうそのまま軽減プラスヒール効果ですね。バリアヒーラーを触ってる人からしたら結構馴染み深いかなって思うんですけど、気をつけておくことは軽減効果が5秒だけっていうのと、動かなければその都度時間は更新されてくっていうのですね。バフが多くてちょっと分かりづらいと思うんですけど、運命のは使いっぱなしだとこれ時間が更新されてってるの分かりますかね。こういうことが起きるんですけど、これは高難易度だと結構生きる場面があるので覚えておくといいかなって思います。で運命のは使い方はすごくシンプルに、全体攻撃に合わせてタクでもいいと思うんですけど、僕はちょい戻しで吐くものがないなって時に切ったりすることも多いです。まあ、この運命のは単品でも回復量が500あるので、クラウンレディ引けなくて気悪かった時とか使っちゃうこと多いですね。まあ、もちろんそういうヒール効果目的で輪を使う時っていうのは、向こう1分間は自分は軽減しなくてもいいかなって分かってる時だけなんですけど、先生の、まあ、弱点っていうかちょっと短所で、持ってるアビは優秀なんですけど手数はそんなに多くないんですよね。そう、まず一発目のヒールに晴天対抗を切ると思うんですけど、その後のヒールチェックにアサリが噛み合ってこないってなると結構迷っちゃう場面多くないですか。僕はそういう時に運命の輪のヒールを使っちゃうことが多いです。だからその運命のあのヒール効果を頭に入れておくと収まりいいというか助かること多いかなと思いますね。晴天対抗が割とメインのヒールになるんですけど、リキャが1分なんですよね。だからその1分使えない間をどうしのぐか、先制術師を使って最初に悩むところかなって思うので、ぜひアサリ、ホロスコ、運命のはうまく使えたら楽しいんじゃないかなって思いますね。まあ、あとはですね、でかいものでマクロコスモス、セクトがありますけど、まあ、こっちは正直あまり覚えなくてもいいかなと思いますね。結局2つともでかいヒールチェックを楽にこなすものになるので、まあ、もちろん使わなきゃ乗り切れない、どう考えてもここでマクロコスモスを使うべきっていう場面もあるんですけど、最初のうちはこの2つを使わずに、なんだったら栄翔ヒールとかも使っちゃって乗り切ってしまって、で後からこの2つを使う回しに置き換えるとすごく収まりが良くなることが多いですね。まあ本当そういう余裕があればっていう話なんですけど、マクロコスモスは着弾ヒールっていうよりかはさっきのホロスコと一緒でヒール効果のバフをばらまくっていう形なんですね。なので食らった分だけ膨れ上がる回復量ももちろん魅力なんですけど、先制術師からの効果範囲を考えずに自分のタイミングでみんなにヒールをばらまけるっていうのもすごく強いです。エヌセクトは何だろう、エナジードリンク飲んでめっちゃ頑張れるみたいな感じですね。
A 小ヒールにバリアつくようになります。舌だとバリアを厚く張れること、漏れることっていうのはすごくすごく大事なので大変ありがたいですね。はい、そんな感じで先生術師の動画以上になりますね。ちょっとまだ出てきてないスキルとかもあったと思うんですけど、聖天交差、ディグニティ、エグザルテーション、シナストリーとかですね、まあこの辺は普通に説明文見ればわかるかなと思ったので省かせていただきました。シナストリーに関してはマジで使いどころないので忘れてもらって大丈夫です。はい、そんな感じですね。動画が参考になりましたらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。はい、長時間失礼しました。お疲れ様です。ありがとうございます。失礼します。